大学での学びが何のために役立っているのか、どのようにして社会に役立てることができるのか、分かりにくくなっている今だからこそ実践的な学びが求められているのではないでしょうか。本日の交流祭を通じて地域とつながるとは何なのか考えるきっかけになればなと思います。キャンクリが始まったのは平成22年度キャンクリ学生実行委員会が始動しました。こちらがキャンクリの取り組みを発信する手段として制作したホームページです。ぜひアクセスしてみてください。私たち取材チームは西宮プロジェクトと CSR 取材について取り組みました。まず CSR とはコーポレートソーシャルレスポンシビリティの略で、要するに企業が行う社会貢献のことです。で、僕たちは特に地域貢献の部分において重点を置いて取材していきました。今回のつながり交流祭は企画者、出演者と参加者の双方向で発信できる交流意見交換形式にしています。それを反映させたプログラムがブースラリーと交流会です。このように電子書籍書籍版のキラキラやコラボラ通信をしておりますので、もしご興味ありましたらホームページまでアクセスも。子どもたちの病院に対する恐怖心を取り除くというだけではなくて、ぬいぐるみを使って劇をすることを通して命の大切さ、体の仕組み、病気、怪我。本学では県のもとより阪神北県民局、宝塚健康福祉事務所とパートナーシップを結び、保育系である幼児教育保育学科の学生を対象に企画、立案、計画を行っております。地域の皆さんがお話になること、学生の皆さんが一方的にお話になることはたくさんありました。だけれどもこの場においてそれぞれが本音を語って、もしかしたらどこかで接点が見つけられたらなというふうに、やっぱりイベントだけの関係になってしまう。そのイベントに初めから企画から入ってきて、そのイベントに参加する、そういう形をできるんだととてもいいかな。僕たちも地域のことやってますけど、みんなでこう助け合ってやっていかないと、そもそも地域ってまず良くなっていかないので、学生が基盤を作って地域の皆さんが主体となって活動していくことが一番地域活性化につながるのではないかなと思いました。若者育つと地域育つという、そこに、大きな可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。学生さんが結構数々の意見をちゃんとしっかり持って、くださっています。本当に皆さんありがとうございます。